はい、どうもゆきおでございます。本日もゆきおトワインをやっていこうと思います。ワインはこちらです。よし、はい。さあ、ちょっとクラシックな感じのエチケットですね。こちらフランスのワインだね。フランスのロワールっていう地方にあるシノンっていう地区なんでね、はい、赤ワインでございます。まあすごく、まあ別に珍しい地域ではないんだけど、なかなか有名ではないかな、シノン。まあね、なんかこうソムリエ試験とかね、そういうのとかすごい勉強する地区なんだけど、実際そんなにめちゃめちゃ飲むかと言われたらそんなに飲まないような地区なんだけど、まあロワール地方はねすごい有名だけど、なんかロワールってすごく川沿いに東西に長い川があって、そこの川沿いですごくワイン産地がいっぱいあるんだけど、まあ広いね産地だからいろんな地区があってね、その中のまあ真ん中ら辺から少し西寄りぐらいかな、真ん中ぐらいかシノンってちょっと定かじゃないけどっていうら辺の場所にねあるワインなんだけど、まあロワール川自体はパリより少し北西ぐらいだろうかな、西かな、うん、結局あんまり定かじゃないけどまあその川沿いの産地だね。で、まあ、シノン自体は、まあ、白ワインも作られてるっぽいんだけど、基本的には赤ワインの産地で、ブドウ品種が、カベルネフランだね、うん。まあ、カベルネフラン、まあ、カベルネソービニオンも作られてるっぽいんだけど、この今飲もうとしてるこのね、シノンは、カベルネフラン 100% でございます、うん。まあ、フランもねすごく、うん、まあ、好き嫌いが結構はっきり出るようなブドウ品種かもしれないね。なんかもう俗に言うこのちょっとね、まあ、ピーマン香と言われるようなちょっと野菜のちょっと青っぽいような香りみたいなのが、多少感じてしまうような品種になってるので、まあ、特徴としてね、まあ、それがちょっと苦手だったりなんかこうあって苦手こうなってくると、ちょっと品種的にもなかなか避けがちな品種になってしまうかもしれないですが、実はものすごくいいブドウ品種だと、思ってまして、かなり上質な、ね、赤ワインが作られる、まあ、ちゃんとね収量とかも抑えつつこういいブドウから取れたワインだとものすごくいいワインができるかなと思ってる、品種でございますね。でこの地域もすごくいい地域なので、まあ、市の隣かな、もう隣ぐらいにソーミルシャンピニーっていう地区があって、ソーミルシャンピニーもものすごいね超偉大な生産者で、まあ、クロルジャールっていうねめちゃめちゃカベルネフランのもう最上級の生産者がいるんだけど、そういった方たちもいて、まあ、シノンもかねでこうね、いい生産者がいっぱいいるので、まあ、シャルル・ジョゲとか、フィリップ・アリエとかかな、有名どころはね、まあ、すごくその辺も、まあ、カベルネ・フランは、いいのを作ってるので、ぜひその良さを知っていただこうということで、知っていただこうというのは俺やったらこれ飲みたかっただけなんだけどはい、パトリック・ランベールって方のシノン2011年なんでね、まあ、ちょっと熟成してます。まあ、この辺の地域はねかなり熟成が効くような赤ワインが多いので、11年、まあ、9年熟成ぐらいちょうどいいのではないかということでね、やっていきたいと思います。楽しみだな、まあ、とりあえずあとは飲みながら話していきましょう。はい、いきましょう。ゆきおとワイン。はい、色合いはね、まだね、そんな熟成しているような感じじゃなくて、ワクワクしい感じの色だね。まあ、紫が主体で、まあ、濃いね、中心はちょっとしっかり濃い感じだけど、ね、まだ若い感じがする。うん。はい、それではいただきましょう。なんかまだね、9年熟成した通りで、しっかりまだワクワクしい感じの色合いかな。うん。ああ。いいね。すごくね、ちょっとまあクラシックな感じの印象、すごい派手な感じのね、バッて強い果実とか樽の香りとかそういう感じじゃないんだけど、すごい落ち着いた、まあ、木の樽はで多分熟成させてるから、その木のね樽の要素もあるんだけど、そんなにバニラが強いわけでもないし、なんかすごくこの果実と溶け込んだ感じのね落ち着いた印象だね。
うん、まあ、そこに少し土のような香りと、結構フルーツもね、黒系果実というか、まあ、しっかりとした感じ、やっぱりね、果実の、まあ、強い果実の香りかな、うん、しっかり系の果実で、あ、でも、うん、少し樽の良さはね、やっぱり多少感じるか、クラシックとは今言ったけど少し樽の感じはバニラっぽさ多少あったかな、うん、出てくるかも、うん、で、果実のしっかりとした感じもあるし、うん、もうなんかいかにもこのね、まあ、フランスワインのその、まあ、典型的な良さ、なんかそういった少し上品さを持ちつつ、で、少しその土っぽさもありつつ、なんかもうそういう料理をね、欲するような感じの香りかな。うん、やっぱ濃いかな、少し。しっかりとした感じの、うん、果実の強さがやっぱりある。うん、で、そこに、でもそのね、さっき言ったようなね、ちょっとピーマン香というか、そういった感じの青っぽい感じっていうのは、多少もちろんあるんだけど、でもなんかすごく、うまい具合にその融合してて、他の果実の香りとかとね、それだけが浮いてくることはないので、まあ、これ熟成してるからかもしれないし、まあ、この作り手が非常にいいっていうのもあるので、うん、そこがね、複雑さの一つになってきてるかな、うん、すごく香りはいいです、うん、で上品でね、なんかすごくまろやかでミルキーな感じの香りもするし、なんかそれも熟成してるのかな、してるからかなっていう感じもするけど、うん、なんかすごい、座りにするとやっぱりね、全体がキュッて、まあ、止まってくるような感じの香りで、あ、いいね。ちなみに実はこれね、2011年のシノンって言ってこうバッてなってるけど、2800円ぐらいのかな、確か3000円いかないんだよね。えっつって、いや、でもすごくこれはコスパいいかもしれない。なんかもうね、すごく落ち着くね、落ち着く感じの香り、うん、よっしゃ、飲んでみよう。うん、美味しい。酸味もやっぱね、しっかり程よくあって、で、タンニンもあると。これ結構9年熟成でこのタンニンってことは、まあ、結構タンニン感じるんだけど、若いうちやっぱもっと硬かったのかな。この地域はね、結構熟成を必要とする地域な感じもして、若いうちはね、まだ少しザラッとしたタンニンが残っちゃうようなワインも中にはあるから、ちょっと熟成することによってその、ね、タンニン分が滑らかになったり、まあ、きめ細やかになったりするようなこともあるので、やっぱり熟成は必要なのかなっていう感じがするね。これはもう少し全然まだいけるだろうし、うん、でも意外とこの香りのボリュームから してなんか結構もっとしっかりとした感じのワインになるのかなと思ったけど、飲んでみると意外とね、そんなにブワッとくる感じじゃなくて、もうシュッて綺麗な感じのシュッて、ね、落ちていく感じだから、そこまですごいボリューム感あるタイプのワインではないんだけど、うん、でもすごい綺麗にまとまってる感じかな。あとやっぱりお花の香りみたいなのもすごくあるよね。その辺もフランスのワインなんか特徴というか、そういう風に感じやすいような感じのワインが多いような気がするから、そうだね、花の感じもすごいあるな。で、だからすごくね、エレガントな感じもするし、うん、うん、で、結構ドライだね。料理が欲しいね。ワイン単体でいくとかなりドライな感じが強いから、まあ、ワイン単体で一本はいけないかもしれないけど、料理があればっていう感じかな、これは、うん、すごくなんか料理と一緒になることによって完成するタイプのワインな感じだね。これ自体の個性が強いタイプのワインではない感じがするので、やっぱりそういう料理とかとの その補完関係によって生きるワインじゃないのかな、うん、っていう感じがします。でもすごく香りはね、いい、なんかすごいもうね、そう、エレガントでちょっと華やかな感じのアロマがあって、うん、で、その
ね、青さと一緒にこの溶け込んだ感じ、少し熟成によって溶け込んでったそのバランスの良さと少し複雑さもある感じっていう、この香りはねすごくいいですね。いやいいな、めっちゃいい香り。うん、ねえ、なんかこの地域のワインってなかなかね選びづらいというか、まあ、売ってはいるのかな、でもなかなかねこの手に取る感じのシノン大好きで飲んでますみたいなと思ってもそんなに多くはないと思うので、俺もそこまで飲んでる地域はなかったんだけど、でもやっぱりこのカベルネフランっていう良さっていうのはこの地域にはあるから、まあ、非常にフランスの中でも重要な地域の一つかなっていう感じはするので、まあ、シノンとさっき言ったソーミュシャンピン、この周辺のねカベルネフランはねすごく上質なワインができる産地なのでいいよね。なんかそこまで派手ではないけども、なんかこの土地のね味がするというか、そういったワインってすごくやっぱり好きだからいいなぁ、いい香りだな本当に。うん、あでも美味しいね。うん、なんか強くこうガンってくるタイプじゃないから、そこまでこのまあインパクトにはもしかしたら欠けるかもしれないけど、でもなんかその優しいその感じとか、うん、上品な感じとか、そもそもね口当たりの中にそういったものを感じるから、なんかこういったワインってそんなに今もしかしたらあんまり多くないような気がするんだよな。だからもっとナチュラルだったりね、なんかでもっとちょっと果実味があったりとか分かりやすいワインがね多いかもしれないけど、こういったなんかちょっと昔ながらのクラシックなスタイルのワインっていうのもやっぱりいいよね、うん、まあ、そういうのを感じさせるようなワインでございました。シノン、まあ、シノンってあれクーリデテイユとかもシノンかな、だからすごい昔最初に飲んだシノンとかそういう地域でクーリデテイユだったかな、だから多分すごい有名だったような気がする。今思えばねクロデレコーとかあったか、まあでもね、すごい作りとかいっぱいいる地域なので、まあ、これから少しねまた見つけたら買ってカベルネフラン系もねなんかちょっとやりたいなっていうふうに、ね、なんかなんとかそういう寒くなってきたからかな。やっぱねこう気候とかさ季節によって飲みたいワインって変わるから、なんかねそうふとねなんかあなんかカベルネフランとか飲みたいなってなっちゃったんだよね。でちょっと買ったんだけど、ちょっとね寒くなってきたからやっぱり赤ワインの傾向が強くなってきて、でそういう時にやっぱり飲みたいワインっていうのはこういったね、うん、味になってきたのかもしれない自分だから、今思えばね、あーなるほどね。なるほどねじゃないよね。はい、うん、美味しい。これね今日ねちょうどね赤ミニかなと一緒に合わせていこうかな。うーん、楽しみでございます。はい、ということで本日は、フランスのロワール地方で、ね、のシノンっていう地区の、ワインでございます。作り手はパトリック・ランベールの、2011年だね。はい。一応 BAB にか書いてあったね。古木ね。古い木から作られたワイン。確か55年ぐらいの樹齢だった。結構樹齢高いんだね。の作り手ですね。はい、でございました。あ、で、そうだね。なんかこの作り手、これ、ね、2011年のワインなんだけど、この11年から少しずつその畑とかをそのまあ美容ディナーまでいかないか、そういった有機農法で転換し始めたのが2011年ぐらいらしくて、で14年ぐらいにも転換完了したのかな。なのでまだそれ行くまでのワインだから、もしかしたら今のヴィンテージとか飲むとまた違った感じの味わいになってるかもしれないので、ちょっとそっちもしかしたら機会あればね試してみたいなと思います。はい、という感じかな。よし、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Twitter、Instagram やってますので、よかったらフォローお願いいたします。高評価ともね、やっていただけると。よかったらよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきよでございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。